私のニュース、1月1日に大阪のさらには温泉へ行きました。家族と友達と8人でそこに行きました。私は友達と初めて温泉に入りました。温泉に入った時、とても気持ちがいいと思いました。3000円くらいで一日中遊ぶことができますから、おすすめです。あとで家に帰るとき奈良市へ行きました、インフォメーションセンターがあります。あそこで浴衣を着てコスプレも、することができる。とても楽しかったこのサービスは無料です。あとで奈良にたくさん鹿もおりますね。鹿とたくさん写真を撮りました家族とね、もう餌もあげました。いいですよ。